あ、でもこれはめるやつ、はめるタイプ。あ、ほら、わかったね、焦った。はまった、はまった、はまった、よかった、よかった、危ないよ。はい、すいません、お尻でっかいものでインスタライブです。映ってるかな、このあのあれ、ウィーケン前の。やば、なになに、お、着々と集まってくださってますね、うん、嬉しいですね。前あのこの間ね、スタライホーミーズやったとこなんで、うん、多分皆さんあのライブの通知はもちろんオンにしてくれてるんじゃないでしょうか。3周年おめでとうだって、たくさん届いてます。ほら来てますよ、ほら、ここでありがとうございます。嬉しいですね、早いもので。すげえな、こんなんとこどう、え、まあ、ちょっとこれあれじゃない、刺繍してんじゃん、アネゴさん、ん、福岡から、これ多分刺繍してるの、すごいよこれ、すごいこれ、姉御さん見てたらちょっと挙手してほしいな。はい、私が作りました、僕が作りました。しかもさ、字のやつもめっちゃ似てるくらい、うん、もう僕の多分字の下手さまで再現してる。すげえ、めっちゃリアリティある、すごい。あ、多分あれ、あそこに習字あんだ、俺のやつあるで、今いつも使ってるんで持ってきますね。元気ですか皆さん、どんな1週間でした？うん、なるほどなるほど、そんなに大変な1週間だったんですね。まずこれ、うん、え、からの、これ僕の字ですよ。めっちゃ似とる、そっくりや、そっくり、声の感じとかそっくりやん、うん、自分でなんて書いたか覚えてる、声帯すっげー似てんな、思想わからん、造語ですね僕の、うん、ありがとうございます皆さん、うん、テレビ系生放送ちょっとね一周空いちゃったんで、先週あの西久先生出させてもらったんで一周空きましたが、あ、笑いすぎて疲れた一週間でした。あ、いい疲れじゃないですか、うん、笑いすぎたっていうのは、そんだけ幸せが溢れてたんですね。よかった、いや嬉しいですね。いや、あのウィーケンにねめっちゃあのたくさんお手紙いただいて、うん、ちょっと一つこの方ですね、名前はあれですけど、うん、あの私事ですが、うん、やることを諦めてしまって、その時周りから失敗や、社会はもっと甘くないと言われてるそうで、うん、まあ、逆風って厳しいですねと、自分で決めたことなのに、うん、なんか好きなことばかりして生きていいのか、うん、そんなことばかり考えてしまうとね結構、うん、あ、まあ、悩んでるというかこうね、この方は多分今壁にぶち当たってる、まあ、見てるかどうか分かんないんですけど、でもなんかこうなんか自分の信念というかね、うん、を持ってることってすごい素晴らしいことやし、うん、勇気のいること、もちろん勇気のいることなんですけど、うん、なんかそれでね周りの意見でもちろんこう人間なんで、うん、ちょっとか器用に交わせる人ってそう多くないと思うんですよ、うん、なんか絶対受け止めてしまうと思うんですけど、うん、まあなんかそこのねなんか難しいけどこう、うん、跳ね返す力というか、なんかそこに負けないね、自分のこう気持ちというか、うん、もう絶対大丈夫だと思うんで、そこは意識して、うんうん、頑張ってほしいなと思いますけどね、うん、なんか自分やったらっていう、ね、考えるのは楽ちんなんですけど、うん、でもそうじゃないからね、うん、きっとやっぱこう繊細な人もいると思うんで、うん、なんか多分きっと他にもいろんな、こう悩みを抱えてる人がいると思うんですけどね、一緒だよ、うん、みんなあると思います。なんで頑張っていきましょうっていうね、うん、ことをねちょっとこの手紙お手紙いただいて、いつもねなんかこうなんかまあ元気もらってますっていうのをね、うん、いっぱいたくさんいただくんですけど、そういうね僕らをこう支えてくれてる人の中にもいろんなこうね、うん、悩みがあったりもすると思うんで、うん、ちょっと一緒にね頑張っていきたいなと思うんでね、一緒に頑張りましょうね。また50分うんちょっと55分ぐらいまでやって、うん、ラジオに向かおうかなと思ってるんで、ちょっとねあの天気悪くて台風も近づいてきてるんで、皆さんちょっとあの外出する際はねちょっと気をつけながら、うん、引き続きコロナもあるんで、うん、さてさてさて、うん、ジン君、はい、服おしゃれ、あ、これねあのなんか絨毯の裏みたいな柄してますけど可愛いんですよ、なんかいいね、ちょうだい、デロデロで、ちょうだい、買ったばっかなんですよ
すぐもらおうとするから、サイズ同じぐらいでしょ、どうせデカめで来てるんで、うん、かわいいですよ。あ、ジンさん、リク君も気をつけてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。明日恐怖新聞最終話、最終話なんでね、うん、大気が出てるんでね、毎週見てるよ僕は。ほんまに僕はもうなんか恐怖新聞っていうか、もう恐怖人間やなって思ってるんですよ、あのドラマを見ながら。やっぱ人間の恐怖って半端じゃないなって思いますよね、うん、ちょっとね、先週のやつ結構ね、うん、どういうぞっとしてる、おーってなる瞬間、おーってなるな、ありますから。うん、次の誕生日いっちゃんですよ。そうです、そうか。てかいっちゃんまだ誕生日迎えてないのか。うん、まあね、もう10月で、今年ももうあと少しですから ね2ヶ月ぐらい。誰か来たでって言ったんですけどね、うん、多分スタッフさん、ピンポンね、あれね、あっちか。うん、あ、さっきもね、スレフィストの映像見せたって。おう、ありがとうございます。もはやもう懐かしいもん、スレフィスト。懐かしい ねあの一列、今でもさ思い出しただけで鳥肌立つもんね、うん、あの景色。うん、年末誕生日の人もいますね。うん、あれですね、クリスマスと一緒にされなかったらいいですけどね。うん、本当にね、クリスマス誕生日近い人あるある、誕生日近い人あるある、あるある。うん、いや、気づけばもうクリスマスにもなってしまいますね。うん、いい、テスト期間の方も多いし、多いのね、うん、終わったっていうなんかコメントもさっき見たけどね、うんうんうん、終わったらねちょっと気休めるんじゃないですか。うん、うん、今日はみんなでちょっと打ち合わせしたり、その前に人工あのね、もう一個別のお仕事、はい、ラジオの仕事あって、みんなそれぞれやって、うん、ここ来る前にちょっとみんなで合流して打ち合わせしてみたいな感じでしたね。僕結構髪こんくらい切りました。分かりやすいかな、こうやって見せれば、うん、結構切った。前回俺ちょっと切りすぎたから反省してるんですよね。反省じゃん、うん、なんか美容院の人がこれぐらいでって言ったんですけど、うんうん、もうちょっと切ってくださいって言ったら、うん、その後メイクさんにジンクちょっと切り立て感がすごいわって言われてやっぱプロの人の言うこと聞くべきやなっていうね、やっぱ学びですよ、毎日は。毎日学びです、本当に。いろんなことに失敗して学んで勉強していくっていうね、この年になってもね失敗するんですよ。ジンくんさ、1ヶ月の間にさ、うん、行く美容院の回数ランプ1じゃない、きっと。ああ、もう最低2回は行くからね。行ってるよね。うん、豆だよな。そうなんです、すぐ色落ちちゃうんでね、ケアが足りないのか。うん、わお、やったろうなんて言うてる、やっちゃってる、やっちゃってる。うん、ジン君は間違ってない、うん、そうなんですよ、僕もそう信じたいんですでもこの前なんか気に入った髪型ができたって言ってた。あ、そうそうそう、ちょっとね分けるスタイルのお楽しみですよ、やってますけどね。うん、あ、ショーゴん、フィアーズリリースおめでとうございました、うん、今時差がすごいね、うん、1週間ぐらい過去から送ってきてるのかな、過去のショーゴが見てるのかな、もしかして時間を逆行してるのかな。うん、ちなみにショゴリクでスタライフホームやりましたからね。そうですね、見た人を、はい、楽屋から行ってましたね。そう、ちょうど1週間前、あれから1週間か、早いな、うん、今何分ぐらいですか。あとね3分、あと2分、2分ぐらい。今日でテスト終わった、お疲れ様です、よく頑張りましたね。うん、うんうんうん、ジンクどんな1週間でした、先週の金曜日から。先週の金曜日から、うん、Mステ終えてほぼ記憶ないですそんくらい多忙だった何曜日に何してたかっていう脳みそじゃなくなってきてるんですよ、うん、最近。あ、分かるよ、うん、なんか俺さ、ウィーケン来てさ、うん、やっと曜日感覚戻るみたいな感じだからね。ああ、それまでさ、別に何曜日だろうがさ、確かにね、関係ないじゃん、うん
金曜日米軍来て、うん、あ今日金曜日だってなる。そう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 、あるよね。ほんまに。うん。いろいろやってましたけどね。ちょっと細かいあの私生活の活動内容ブログ見てください。うん。なんかくだらんことばっか載せてるんで。もう本当ね、ラッキーばっかよ。うん。大好きか。自慢したがるんですよね、ほんまに。うん、どうって。やばいですよ。フォルダは半端じゃないですよ。もうなんかフォルダパンパンになってきてやばいですよ。さあ、ぼちぼち。始まるか、そうですね。55分になったんで。そやな。皆さん、うん、ベイフェム、ね、ラジコ、チャンネル合わせて聞いてください。あの、本当に、聞いてくださいって言いますけど、くだらない体で聞いてくださいね。なんなんだってなると思うんで。くだらない、ゆるい。ゆるい感じでやってあるんで。うん。真面目にふざけてるんで。そんなところで、じゃあちょっと、まあね、リアタイできない人はアーカイブで聞いてください。はい、1週間聞けるんで。じゃあちょっとここで終わろうと思います。心はいつでもリアルタイムですから。えい。どうも。じゃあね。バイバイ。後ほどで。